ちは、尾上裕和郎です。今からですね、テントを張りたいと思います。設営完了ですね。今日はライダーズバイクインテントですね。という間に立ち上がります。まだちょっと寝室はですね、まだ全然何も入れてないですけど、まあ、快適な空間が広がってます。それでは設営を完了できたんで、一杯いただきたいと思います。この至福の一杯を。それでは皆様、乾杯。うまい。ああ、最高。最高、うますぎる。この最初の一杯がたまりませんね。今からですね、夕食の下ごしらえをしようと思います。こんにちは。今日はターメリックライスですね。ターメリックライス、ちょっと色がですね、黄色っぽいですけど、ターメリックライスです。いただきます。ターメリックライスうまいっすね。今からお絵描きタイムに入りたいと思います。
せしました、ユーカズローとライダーズバイクインテントです。後ろの鉄骨もちゃんと書いてますどうでしょう。おはようございます。昨日はですね、だいぶライブをしたんですけど酔っ払いました。でも二日酔いにはなってないです。で昨日ですね、ちょっといろいろいただいたんで、そのいただいたものを紹介したいと思います。いつもですね、動画を見てくださってるしょうごさんという方からですね、こんな感じで名前入りのやつをいただきました。ありがとうございます。あとこれもですね、CD 缶のカバー。あとはですね、あの江島ベースさんって方からちっちゃいオイルランタン、灯油を入れてですねつけるんですけど、かわいいやつ。この手のやつですね、1個持ってたんですけど壊れちゃってですね、もらったやつだったんですけど、また使い始めたいと思います。あとですね、もう一方ちょっと関東からいらっしゃった方がいてですね、なんか料理長と言われていらっしゃる方が来られてて、あの美味しい料理をいただいて、あとなんかあのお酒とおでん缶とかいただきました。ありがとうございます。美味しくいただきましたんで、この後ですね、ちょっとあの私からあの重大な発表がありますので楽しみにしててください。今日の我が家の紹介をしたいと思います。まあ、今日はいつものスタイルですね。本当にロースのテーブルとアストロプロダクツのテーブルと、あと中はもう簡単に、寒くなってきたんでだいぶシュラフも熱くなってきました。まあ、マットはですね、もうこのジェットライトでもう十分です。本当に快適でしたね、昨日の夜は。で、雨漏りも一切なかったです。ちょっとですね、結露が出てたんですけど、まあ、ライダーズバイクに出ると非常にですね乾きが早いので、ちょっとタオルで拭くともうほぼもう乾いてますね。8割ぐらいはもう乾いてます。あっという間に。まだ日も出てきてないんですけどね。全室も広くって本当に、まあ雨がですね、初日降ったんで、まあ、あのワンタッチテントにしたんですけど、まあ、正解ですね。本当雨の日はワンタッチテントに限ります。先ほどですね、重大発表があるってご報告を、まあ、ちょっとしたんですけど、その重大発表というのがですね、なんとですね、じゃーんユージャック代表の佐藤さんとですね、なんとあのコラボキャンプをしてたんですよ。はい、今までですね、ちょこちょこですね、あのユージャックのサーペントテントが出てたんで、なんかどっかで見たことあるテント、もしかしてと思った方もいらっしゃると思うんですけど、なんと佐藤さんとですね、いろいろちょっと語り合いました。今回ですね、この模様はまた別撮りをしているので、対談の方はそちらの方を、はい、あの後から上げるので、見てください。ちょっとですね、佐藤さんとちょっとお話をしたいと思います。今回ですね、本当にご一緒させていただいて、佐藤さんも遠路はるばる千葉から飛行機とレンタカーですね、来ていただいて本当に嬉しい。スーツケースすごいですね、このスーツケース。いやー、まさかですね、ユージャック代表の佐藤さんからお声掛けをいただくなんて思いもしませんでした。受けていただけるだけで。そしてですね、なんとですね、このテントをですね、これからちょっと商品提供をですねしていただくということでですね、いやー、まさかそんなことになるとは夢にも思いませんでした。本当にびっくりですね。はい、でさらにさらにですね、驚くことですね、まだちょっとわからないですけど、自分が
オリジナルテントをですね、これから先々、まあ、まだちょっと長い目で見ないといけないんですけど、ご協力していただくということですね。頑張ります。ありがとうございます。はい、もうこれから末永くよろしくお願いします。はい、こんな感じですね。あ、よかったらなんか佐藤さんも何か。あ、いいですか。はい、はい、はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうじゃく代表の佐藤です。まあ、そんな感じで一応私の方もですね、 YouTube の方でゆうじゃくチャンネルというチャンネル行っております。まあ、一応そのキャンプメーカーということで、まあ、キャンプ用品に関することであったりだとか、まあ、キャンプ動画、あとはまあ夫婦でねキャンプしている動画とか、まあ、メーカーらしくないチャンネルで運営してますので、ぜひね、興味のある方は、多分概要欄とかに貼っていただいていると思うので、そちらの方からねうちのチャンネル、して見ていただきたいなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、それではですね、これからちょっと撤収を、していこうと思います。でその後ですね、あの贈呈式があるので、その模様、その模様もちょっと一応ちょろっと映してですね。使っちゃったやつの話じゃないですけどね。もう全然大丈夫。一応今回新品卸しで持ってきてますので、はいはい、もう本当に新品でございます。提供していただけるだけで幸せでございますので、はい。それではちょっと撤収していきましょう。はい、ぼちぼち、はい。それではですね、サーペントテントの贈呈式を贈呈式では失礼かもしれないですけど、はい、じゃあこちらを、はい、ありがとうございます。いただきました。新しい家族が増えました。家族なんです、ね、家族なんですよ。テントみんな家族なんです。我が子を、我が子を、はい、お嫁に。ありがとうございます。撤収完了ですね。ライダーズバイクインテント、あっという間でした。そして今日は有弱代表の佐藤さんと一緒にですね、キャンプを、はい、しました。もう片付けも終わったのでこれで帰りたいと思います。よかったらですね、チャンネル登録よろしくお願いします。今後の励みになります。テントのご質問とかですね、テントバカ、テントアドバイザーのゆうかずろうに、気軽に、相談してください。返信も早いし、親身になってご相談乗りますので、よろしくお願いします。ゆうじゃく、さんのですね、チャンネルも、よろしくお願いします。ポチッとですね、チャンネル登録ボタンを押してください。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。